あーお腹すいた。お弁当お弁当。ちとげの弁当いつも豪勢でいいよな。伊勢エビやらキャビアやら高価な食材をふんだんに使っててさ。本当そうだよね。見た目も綺麗だし、あんなに美味しいお昼が毎日食べられるなんて羨ましいな。そうかしら。でも私ずっとそうだったから、逆に普通のお弁当ってのがよくわかんないのよね。そうなんだ。今日のお弁当は何かしら。いただきまーす。あれ、何も入ってないな。そうだね。え、ちょ、お前これ式のことで泣くなって。こんなのありえない。この時間だけを楽しみに午前中の授業を乗り切ったのに。落ち着いて、ちとげちゃん。カムバック、私のお弁当。仕方ねえな。ほら、俺のおかず分けてやるから元気出せって。もやしの情けなんか、本当にもらっていいの？もらう気満々じゃねえか。でもそれじゃあんたのお弁当なくなっちゃうし。全部空気かよ。まあいいや、足りねえ分は購買で補うから好きなだけ食え。ダーリン、あ、私もあげるよ。ちとげちゃん、欲しいものがあったら言って。小咲ちゃんまでありがとう。お嬢、お食事の時間に失礼します。うわ、びっくりした。クロード、あんたどうして校内にいるの？実は私どもの不手際でお嬢にお渡しする重箱を間違えてしまいました。こちらがお渡しするはずだった重箱です。あ、なんだ、そうだったの。お嬢の貴重なランチタイムにご迷惑をおかけするなど、このクロード、一生の不覚。ここは一つ、私の死をもって償う所存で。ああ、そういうのいいから。お弁当も受け取ったし、問題ないから、命は大切にしてちょうだい。お嬢、なんと情け深い。それでは私は失礼いたします。はいはい、ありがとうね。よかったな、ちとげ。本当に。あ、でもちとげちゃんのお弁当大きいし、私たちがあげたおかずまでお腹に入らないかな。それなら私のお弁当からどれでも好きなおかずを取っていってよ。取り替えっこってことで。私嬉しかったし、だからみんなからもらったものは自分で食べたいんだよね。そっか、じゃあうなぎのかば焼きいただきます。うん、それふっくらしてて美味しいんだ。ぜひ食べてみて。じゃあ俺は。え、何よ、あんたも食べるの？え、俺はダメなのか？冗談よ。仕方ないから一口恵んであげる。はい、どうぞ。お、サンキュー。じゃあ俺はタラバガニよ。ほっ、うん、うまい。そりゃよかったわね。じゃあ私も二人からもらったおかずをいただくわ。ほん、うん、まあこんな本格的な料理と比べられちまったら俺のおかずなんか足元にも及ばねえけどな。そんなことないわよ。あ、すごく美味しいって言ってんの。たくも。
はぁ、あ、一日の終わりに、可愛い動物たちと戯れる時間、心に染みる素晴らしいひとときだよなぁ。あはははこいつ、いやいや、その鶏絶対嫌がってるから、あんたまだ懐かれてないから。お前こそ、いい加減名前くらい覚えろよ。こいつの名前はクラッシャー加藤だ。覚える気ないわよそんな名前。もう加藤でいいじゃない。加藤で。ほら、お前の案にクラッシャー加藤が反応してるぜ。やっぱり元の名前がいいよな。いや、あんたのつけた名前もだいぶ不評みたいに聞こえるんだけど。そもそもあんた、さっきからくちばしで思いっきり突っつかれてるけど、痛くないの？愛があれば、こんなもの痛くないぜ！切ない。楽、あんた切ないわ。しかし、やっぱこいつ太ったよな。いや、こいつだけじゃなく、みんな太ってきてるっつうか。そう？大きさなんて気にしたこともなかったわ。ああ、お前はそうだろうよ。なんせ元凶はお前だからな。飯の計量が大雑把な上、すげえ量をやってるから。さて、今日も張り切ってみんなに餌をあげようかしらね。だが、今日の俺は一味違うぜ。ちとけ、これ鶏用の餌な。あら、小袋にいちいち分けてくれたの？こんなちまちました作業、大変だったでしょうに。いや全然、俺的にはむしろこっちの方がストレスたまらねえから、気にしないでくれ。そう？ならいいんだけど。とりあえず、これ全部あげちゃっていいのよね。そうそう、まさにその通り。じゃ、それ我ながらナイスアイディア。これでちとけが餌をやりすぎることはねえ。はい、終わりっと。次はワニ。うっしゃ、ちとけ、これワニたちの餌だから。え？なのよ。まさか全動物分用意してきたわけ？まあな。ほう、ずいぶん用意がいいこと。でも、こういうのもちょっと楽しくていいわね。なんか、二人で一つのことをやってる感じがしてさ。あ、別にあんたとだから楽しいってわけじゃないわよ。分かってるって。でも楽しいって思ってくれてるんだったらよかったよ。まあね、そこそこね、そこそこ。よし、じゃあ次の子たちの餌は？ほいさ、これを金魚たちにやってくれ。はい、任せといて。よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ！いわゆる現実逃避というやつじゃな。やべ、寝る時間がなくなる。おー、スラク、青春を謳歌しとるかね。俺は今日も、楽が面白いことになるのを楽しみに待ってるからな。お前、本当に俺の友達か？なんか手持ち無沙汰ね。ラク、なんか面白いことして。いきなりの無茶ぶりだな。てめえの人生なんだから、人任せじゃなくて自分の力で楽しくしたらいいだろ。そんな正論言われたら会話終わっちゃうでしょ。っていうか、
そもそもそんな態度だから、定期デートだってノープランなことばっかりなのよ。デートプランくらいもっと真剣に考えなさいよな。はあ？なんで話がそっちに飛び火するんだよ。だいたい、んなこと言ったらお前だってプランなんて考えてきた試しがねえじゃねえか。そんなの女の子が決めるもんじゃないわ。男がエスコートするもんでしょ。こんな時だけ女だ男だ言い出すのは卑怯じゃねえか。そういうこと言うなら、お前だってもっと女の子らしくガサツじゃねえとこ見せてみろっつうんだよ。ちょっと、その言い方ひどくない？私のどの辺がガサツだって言うのよ。そうやってすぐに怒鳴り散らすところだよ。そんなわがままばっかり言って愛想つかされても知らねえぞ。愛想って、別にあんたの愛想なんて求めてないわよ。は？俺のなんて言ってねえだろ。これから先お前が本当に好きになったやつにって意味だよ。何よそれ。あんたにそんな心配される筋合いはないわ。なんだよ、心配してやってんのに。お前ってだけ。あんたってほんと、このゴリラ女。もう何同時に言ってるの。なんか言い合ってるのがバカバカしくなったな。お互い悪口言い合って、とりあえずおあいこってことでいいか。いいわよ。ついでに僕年人のあんたにこれをあげるわ。なんだこれ、雑誌？フリーの情報誌よ。この街の面白いスポットとかが載ってるの。それをよく見てデートプラン練っておいてね。デートプランね。こんなの読むくらいならお前がプラン組みゃいいと思うんだけど、わかんねえやつだな。みんなの情報を確認するわ。ちとげちゃんの情報だよ。ん？なんか用？小野寺様の情報だ。こんにちは。サブサブ、喫茶店でも寄ってくか。それもいいんだけどさ、なんか変わり映えしないわよね。普通の恋人は放課後どんな風に過ごしてるのかしら。雑誌とかにもいろいろ載ってはいるけど、どれもあんまピンとこないのよね。普通の恋人っつうか、お前はどうしたいんだ？なんかねえの？私？いや、私は別に。あぶねえ！危ねえな、あの車。しとけ、大丈夫か？これくらい平気よ。それより、って、話してよ。まあ、悪い。あ、やっぱ、今のなし。で、繋いだままにしとこう。え、なんでだ？ほら、別に、恋人同士なら、繋いでたっておかしくないし。それに、もしかしたら、クロードあたりが見張ってるかもしれないでしょ？ああ、そうか。つい忘れてたけど、俺たちいつ見張られてるかわかんねえんだったよな。でしょ？油断しちゃダメよ。わかった。じゃあ、このまま行くか。うん。その、私、別に喫茶店でもいいかも。この漫画というものは
は面白いの、ラク。ああ、そう。俺寝るから電気消すぞ。まだ漫画を読んでおるのに。こいつ妖怪なのに読めが聞かないのか。これが回転寿司屋さん。本当にお寿司の乗ったお皿がくるくる回ってるのね。なんか遊園地みたい。そんなにはしゃぐなって。遊園地なんて大層なもんじゃねえけど、まあ面白い場所だよな。一応聞いとくが、寿司自体は食ったことあるんだよな。ふふん、バカにしないで。黒い系も白い系も両方食べたことあるわよ。は？黒い系白い系？ほら、お寿司って言っても種類があるじゃない。海苔が外に巻いてある見た目が黒いやつと、中に巻き込んである見た目が白いやつと。ああ、そういうことか。カリフォルニアロールとか言うんだっけ。アメリカの寿司って海苔を見せない作りのが多いよな。私はどっちも好きだけどね。向こうでもよくパパが連れてってくれてたわ。ほんと美味しいわよね、お寿司って。ギャングのボスが連れていく回らない寿司か、さぞかしって感じだな。ねえねえ、でこれってどうやって食べればいいの？好きなネタを皿ごと取るんだ、こうやってな。へえ、面白い。じゃあこれにしようっと。これ本当にウニ？もう紛れもなくウニのはずだが、なんだその不満そうな顔は。今まで食べたお寿司の中で一番美味しくないわよ。なんかデロデロでネタが古いんじゃない？ちょ、そんなでけえ声で言うな。だいたいお前がこれまで食べてきた寿司っつったら腸がつく高級寿司だろうが。え？あれ高級寿司だったの？別に値段なんて書いてなかったけど。それが高級だっつってんだよ。こうやって値段書いてくれる店はまだ庶民派なの。え、そうなんだ。もうよ、そんなもんと一皿100円の回転寿司を一緒の土俵に乗せたらさすがにフェアじゃねえって。じゃあ高級品専用の回転寿司とかないわけ？あるにはあるが、この付近にはね。だからおとなしく食え。まあいいけどさ、文句言わずに食べればいいんでしょ。食べれば。なんか食べてたらありな気がしてきたわ。これはこれで意外と美味しいかも。そうかい、それは結構だが。お母さん、お寿司が流れてこないよ。お前ちょっとは自重しろよな。今日は日曜日か。特に用事もねえし、何して過ごそうかな。気づけば部屋に荷物がいっぱいだな。いらんものがあるなら誰かにくれてやればよいではないか。お？こんなもん渡して喜ぶもんかね。大事なのは気持ちじゃ、それと誰から送られたかじゃ。偉そうなこと言うじゃねえか。わらわは偉いからの。
それで、誰にあげるのじゃ？そうだなぁ。やっぱ千棘かな。うん、あの金髪娘か。良いのではないかの。この辺りのどれかを渡すと良いと思うぞ。どれどれ？気に入ってくれるかね。はいはい、誰？俺、ラクだけど。お、ダーリン？今日って定期デートだったっけ？いや、特にそういうわけじゃねえんだけどな。これ、やるよ。これって、私、ちょうどこれ欲しかったんだ。サンキュー、ダーリン。お、喜んでくれたなら何よりだ。じゃあ、俺帰るから。ちょっと、せっかく来たんだし、お茶の一杯くらい飲んで帰りなさいよ。そうか。それじゃあ、お邪魔します。日曜日、千棘の家で楽しく過ごせたな。おっちゃん、朝ですよ。早く起きないと遅刻しますぜ。今起きるわ。今朝のご飯はアジの開きでさ。よし、今日も一日頑張るか。